操船儀式をやるってことは噂は本当だってことだよな。ガン王帝君が本当に。しかし犯人はまだ捕まって。バカ野郎、ガン王帝君を殺せるなんてきっとただものじゃない。噂で聞いた怪しいやつ。ただその資格がファデュイの偉い人だっていう説はかなり可能性が高いと思う。ファデュイ、確かに怪しいな。強欲で嫌味な奴らだし。静かに。聞かれたらどうする。今は守ってくれる帝君もいない。あの海の魔人、急に現れたわけじゃないよな。2000年も封印されてたわけだし。ああ、ちょうど岩王帝君の件もあったしな。な、岩王帝君を殺した奴と魔人を解放した奴が同じ。言われてみれば、確かに、うん、可能性分かったぞ。きっと、そいつが魔人と結託して岩王帝君を殺害したに違いない。しかし、どんな奴なんだ？今までそんなすごい奴がいるなんて知らなかったが。まあいい。それより、あの戦艦軍から何かお知らせがあるみたいだ。ま、七星によるお知らせです。寿命が山のように膨大な竜も、いつかは土に帰ります。帝君の寿命は非常に長いものですが、月に満ち欠けがあるように、いくつかの試練があります。巷で流れる帝君が殺害されたという噂は事実ではありません。帝君は試練に見舞われ、魂は好天に変えられました。皆様どうか気を落とさずに、いつも通り生活してください。また噂を信じ憶測することはおやめください。その七星、はあ、七星の言い方だと、こうも早く犯人探しを諦めるなんて、なんだかおかしいぞ。まさか、岩王帝君が死んでないことを知ってるのか？でも、勝利は七星も仙人たちも知らないって言って、神の心の取引が終わった後、勝利が彼らにこっそり、そうだ、操船儀式はもう始まったみたいだし、終わる前に早く見。あ、行幸と国政だ。何してるのかな。帝君の魂は好天に変えられた。契約の断絶であって、一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。私たちは幸せだった。そして時間の残酷さを忘れてしまった。神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうか。では天柱園様のスピーチは以上です。幽変様、何かお言葉はありませんか。あ、彼女こっちを見てないか。旅人。うわ、本当にこっちを見てる。あれが魔人を倒したと噂の旅人か。魔界、七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい、君がもらうべきものなんだから。では、人探しのお知らせを。
岩王帝君に関する記念品こそ。今日わざわざ高校を使ってきたんよ。まさかほんまに岩王帝君に捧げる。まあこれでライバルが一気に3人も減ったっちゅうことやな。あなたを仲間にしたことは最も正しい一手だったかもしれない。おい勝利、リーユェの人々はもう岩王帝君に会えないと思ってるぞ。なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな勝利。三杯酔いならまだ信じるけど、新月軒はお茶も有料なんだぞ。本当に払えるのか。あ、言われてみれば確かにモラが足りないな。岩王帝君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、道理で。勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなん。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラクスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。稲妻の雷神バール、リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。うん、確かライデンだったっけ。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。勝利、お前はリーユへの岩王帝君だし、何か知らないか。それは神の目だ。神の目？手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力を嘆く。しかし人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目。神に認められし者が得られる外付けの魔力機関。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵なんだろう？神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると彼女はそう考えたんだろう。うわー、厳しい。
風神は自由の神、元神は契約の神、そして雷電将軍は永久を追求する神。永久の国のため彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。それに七神で最も古い俺も言ったことの影響で、彼女はより永久を追求するだろう。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で永久だけが天理に最も近い。さて、他に知りたいことは？そうだ、今神の心を持ってないんだろ。テイワットの村はどうなるんだ？モラクスの死によって村は消え、それに黄金屋は全大陸唯一の造幣局だろ。この現存の村は消えないが、黄金屋は長い時間止まる。モラを作るときは元神の力が必要だからな。うわぁ、これからモラがなくなるぞ。世界の終わりだ。確かに大事件だ。金融面から言うと、いい、こういう難しい問題はリーウェ七世に任せよう。じゃあさ、勝利はさ、へそくりとかあるのか？へそくり？ふん、普通に考えてそれはいいものだな。しかし、しかし、しかし忘れていた。さて、他に知りたいことは？天に昇る？そんなふざけた理由に。しかし、七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは確かにな。あ、七星だけでなく仙人たちの方にも教えたぞ。連絡の方法？ああ、夢。さて、他に知りたいことは？そういえば、七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を。そういう非難は正確性に欠けはするが、軍玉閣を襲わせたことも魔人を出したのも紛れもなく事実だからな。行幸がこの件をネタにしたせいでファデュイの施設はえらい状態になっているらしいぞ。執行官の立場がなければきっとスネージナヤの外交官たちは公使のせいにして彼をクビにするだろう。さて、他に知りたいことは？仙人の時代は終わった。リーウェ七世さえもそれを受け入れなければ国政の言葉だ。悪く、行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を神から七世へと引き継がせる計画は行幸が主導していたものだと思っていたが、よく考えると最初に奪権を言い出したのはおそらく。さて、他に知りたい。では鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな、きっかけも必要だ。